6.9。 今日はいただき物のクッキーをいただきます。いただき物のクッキーをいただきます。マカダミアナッツクッキー、マカダミアナッツリリコイショートブレッドクッキー、リリ 6.5。 マカダミアナッツチョコレートチップクッキー、これ一番おいしいと思って緑壊れてる。いただきます。いただきます。メイドインハワイ。何がマカデミアナッツかあんまりわからないけど、こっちやった、サクサクのクッキー、超おいしいとかではないけどおいしいよね。チキーリリコイショートブレッドクッキー、そりゃ太るわな、顔も丸くなるよね。コロナのせいだよね。怖くて体重計乗ってないですよ。今日乗ろうかなって一生思ったけどやめた。今日毎日あのってみたの54キロ超えた時はさ、焦ったけどさ、焦りはないかもしれない。違うね、見た目黄色い、うん、脱脂粉乳の匂いしない。うん、今一応53キロ台。わかる、これ赤ちゃんのミルク。これはサクサクじゃないな、味がわからなくて。もうあの赤ちゃんのミルクの味しかしない、うん、粉そのまま口に入れたみたいな味がする、うん、これは何かつけて食べようかな。キャラメルのソース、あ、いいんじゃない。チップサーホイ系、いただきます。赤いペンね、うん、チョコチップの味がした。チョコチップ、これが一番甘いかも。この中だったらね、多分、うん、いいな。チップサーホイには負けるってよ。あれ、いっぱいチョコ入ってるからね。いや、自分食べられないと思います。沖縄マンゴージェリー、こんにゃく畑、いただき物、いただき物で生きている。うん、コップもいただき物、いただき物、100均のコップを卒業した。うん、なんか匂いするね、マンゴー、マンゴーね。こんにゃく畑っけ、うん、シャーベットみたいになってる。うん、うまいね、こんにゃく畑。美味しい。マンゴー。一日一個食べたい。うん、高そうだよね、これね。デパ地下にありそうじゃない？これも食べる。砂糖ゼロってよ。チャーリーのためのチョコレートかもしれない。チャーリーとチョコレート工場。チャーリーのチョコレート。これももらい物。もらい物で生きている。うん、お菓子のもらい物は喜ぶ。そろそろ、あの、グンのさ、あれだよね、ドリトス、青い服、うん、毎日願いで、最初、チョコレートじゃない味がすると思ったけど、噛んだら、ちゃんとチョコレートだった。深みのカカオ、これ美味しいんだけど、自分では買わない味がするって。うん、プレゼントにいいかもしれない。ゲームじゃあ、行く？見ないでよ、ほんとは。はい、ものすごく後悔したこと、いっぱいあるよ。いっぱいある。20歳から33歳まで全部。大雑把だね。なんで？自分のためにならないことばっかりやっていた。うん、仕事は人生の無駄。仕事は何やってよ、いいことでしょ。プライベート、異性のここが謎。あ、全体的な話、これ私のって意味じゃなくて、これは全体的でいいんじゃない。あ、そっか。化粧なんで時間いっぱいかかるって。無駄。10分で終わる人もいると思うけどさ、1時間ぐらいやる人もいるでしょ、うん、時間もったいなくないって思って、そこまでするって、うん、確かに化粧したら可愛くなるけどさ、ありのありのママの可愛くないわけじゃないのにさ、ナチュラルメイク、寝た方がいいと思って。寝た方がいい、眠った方がいい、そう美容のために
見ていい。ダメダメダメ。私の周りのすごい人。チャーリー。チャーリー。一日中猫と喋ってる。ぬいぐるみと喋ってる。ぬいぐるみと喋れる。一日中ベッドの上で携帯があれば生きていける。あまもっと危ない。ネガティブ要素じゃん。焼き餅を焼いた、おわ、焼かれた話。なんかいつか動画なかった、ね、はい、終わりーってから。あんちゃん焼き餅焼かないからね。焼いたんだな。昔の話したら嫌だけど、嫌だけでしょ。それ焼き餅じゃなくて、昔から。一緒だよ。焼き餅の話。うん、もう、面白いできたよ。なんでよ、なんで笑うん。好きになる人の共通点、はい。その人たちに共通点はないと思うよ。私がピーンってきたらもう誰でもいいって。デブでも細くてもハゲでも、うん、面白いね。全然面白くない、うん。最近腹が立ったこと。 Hulu とか Netflix のアニメが更新されない。コロナの影響で続きが出ないんです、うん、コロナコロナだね。腹が立つことはやっぱ怒ってるわけ。コロナに怒ってるって。子供の頃の勘違い。なんか教室、小学校何年生か分からんけど、教室になんか習字がなんか字書くのはみんな貼ってたわけ、うん、あれお醤油って書くのはさ、うん、醤油醤油って書いてからさ意味が全然違うよその時醤油とか知らんのに醤油って書いてからさ、お母さんが先生になんか呼ばれてたひらがなで醤油、ひらがな点点つけてあげなかった。醤油醤油だったらいいね、うん、醤油お題が醤油だったわけ、うん、難しいもんかもね、うん、希望の光とかさ、ひらがなよ。今まで隠してきたことないと思う。昔消費者金融からお金かけたことがある。21とかぐらいかな。やばいね。20歳かな。でも自分が借りるというか、おばさんが借りてったから貸し借りたんだよ。しかもおばさんが返さんからさ、なんか延滞みたいになってくる。やばいんじゃない。まとめて一括で返したって。やばいんじゃない。結婚相手に求める条件3つ。いいの来た、うん、穏やか、うん、子供心を忘れない、うん、チョコレートが好き、うん、全部当てはまるよかった。ぬいぐるみと喋りるってきたらどうしようかなと思ったって。食べれるさ。じゃあこの条件にさ。条件にはないと思うけどそんな人探す人いるわけ。うん、いくよ。一目惚れする派。一目惚れ、うん、気になるとかはあるかもしれないね。一瞬で、ズキュン。ズキュンはないかも。気になるってぐらいになるけどさ、それから好きになるかどうかは別かな。もう見た目もろハマってさ、付き合いたいってはならないよ。石原さとみゆきさんどうする？なんて思わない。喋ってみて、ここでなんかいいと思ったらそうなるけどさ、ないかな、今日も一目もないわ。遠距離恋愛できる？したことあるよ、いっぱい。いっぱいっておかしいねどうせ別れる。うん、行動力はでもすごいよね。死ぬまでにやってみたいこと。チョコレートの風呂に入りたい。入ってみたいですね。うん、でもそれ飲みたくない、食べたくないんじゃない。あ、嫌だよね。また蛇口からチョコレート出てきたのがいいな、うん、じゃあこれやめた。じゃあさ、大豪遊する。お金いっぱい使ってみたい。パッてすぐ飛行機乗ってどっか行ってさ、 USJ 行ってさ、よし、じゃあ次どこどこ行こう、ディズニーランドとか行ってからさ、パッ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 ってから、うん、思い立ったら行動で100万円使ってみたい。楽しいはずね、うん、やった後の後悔半端ないかもしれないけど。これだけはやめられないこと。タバコタバコ。あ、でもやめたもんね。前やめたよね、2ヶ月ぐらい。タバコとお菓子、
あんちゃんは一杯食べたい。食後のお菓子と食後類で。あ、ババ抜きしてみよう、ババ抜き。誰が勝つでしょうか。チャーリー。うん。2人だからあれじゃない、どうせ 1から13まで1枚ずつあるって意味。って分けてるからさ、自分に13が4枚来てる可能性があるさ。捨てるんでしょ、同じの。同じの捨てるんだよ。そしたらじゃあ4枚ないさ、0さ。よし、誰がママ持ってるか分かる。最初はグー、じゃんけん、はい。出てこれ。ママ持ってるの？やばいってよ。なんで笑うん？なんで笑う？笑わない。あ、待ってなかった今。次引いて同じのがあったらさ、自分の勝ちだぜ。あ、嘘。引いてさ、これで自分がなくなれば1枚さ。おー。え？本当だ。はい。さあ。あ、じゃあ当たったさ。何が勝った？うん、はい、左の人に何かインタビュー。手術5日前ですけど、どう思いますか？痛そうで怖いってよ。8時間耐えたのに？あれ記憶ないさ、うん、あれもビビってたけどさ、起きたら起こされたら終わってたって、うん、だけど今度局所麻酔だからさ、意識があるんです。目開けてる、ね、ある意味怖いよね。音も聞こえるっけ？音も聞こえるかな。もう見えない上になんかグリグリやられて、でも1時間半でしょ予定が。ぼーって何しとけば1時間半。漫画読む。左手でフール見たくこうしてくる。うん、意識あるんだよね、局所麻酔だからね。注射麻酔するときちょっと痛いかもって言ったけど、ここに注射とびっくりじゃないですか、怖いよね。アメリカの100均のトランプです。またやる。これがいいんじゃない？これ食べるとこっちも早く食べた方がいいと思う。隣がその机の中に入ってたかした。開けてるなんか嫌だ、食べたくなくなってきた、それ。また。マドレーヌ。まず。なんかね。英語かなですよ。なんか端っこカリカリしてるね、うん、ちょっと油っぽくない？でも、うん、皆さん引き続きコロナを気をつけて、雨も気をつけてください、ね、沖縄はいっぱい出てきたけど、この2日間で軍含めたら10名以上だぜ。コロナに気をつけて、マスクしようぜ、マスク、うん、バイバーイ。バイバーイ。